ちゃん、こんにちは。はい、さあプレミア12が終わりまして、でかあの各球団 の, あのファン感とか納会なんかもね、はい、終わったなんて話が聞く中、ようやくちょっと FA の選手の動きが少しずつ出てきたのかなという感じです。はい、中でも、石川修太投手、ヤクルトが3年6億円規模の契約を用意ということで、はい、近日中にも FA 初交渉というのが出てきました。はい、うん、まあ、この動画が出ている頃にはもしかしたらもうね、交渉は始まっているのかもしれないですけれども、はい、まあ、金額も出てきましたね。3年で6億ということで、1年いくら、2億になりますね。そうなんだ。なそうです。これなんか4年10億とか出しそうな感じがするな。巨人がですか。巨人とか、そもそもが、まあ、推定が今ソフトバンクでは1億2000万というふうに言われているので、うん、まあ、そこよりも、まあ、8000万アップしたのかなと。まあ、奥さんも同席したんだろ。なんかあのそうみたいですね、交渉に。っていうか、まあ、なんかそうか、やっぱね、ただね、本人だけだと分からないところがあるよね。というのは、だからその代理人と奥さんと、じゃあどっちを入れたらいいかって、いや専門的なのは代理人かも分からないけども、いや奥さんに話を聞いといてもらうっていうのはすごく、俺はいいことだと思うよ。もう実際に球団の人も奥さんと話して、いや、まあそこだから、誠意が、だから大事にされてないわけじゃないよ、ソフトバンクにも。はい、うん、だけどこれからやっぱり移籍を考えていて、うんうん、そういった時にどういうね判断基準になるかというとさ、やっぱ家族の問題だからな、やっぱな。そうですよね。あとはまあ例えば住む環境とか。そう、じゃあ奥さんどこの出身だっけ。関東で大出身。横須賀。ああ、西長。まあね、いやだからまあそういう話はね、はい、聞いといてもらうっていうのはすごくいいかもからね。そうですよね、うん、住環境であったりとか。そうそうそう、じゃあもし仮にヤクルトにお世話になるんであれば、どういうところのマンションだったりとか、ケアはどうなのかとか。だってあのかつて川上哲治さん、はい、V級の巨人の監督、うん、はい、もう奥さんに誕生日の時花束を送ってたぐらいだから。あ、そうなんですね。そうそうそう、すごい。いやだからやっぱこう自分が置かれてるね、石川修太をこう支える身とすれば、はい、やっぱより大事にされてる方がいいじゃない、旦那がね。もちろんそうですよね。だからそれを知るためには、はい、悪いことではないなと思うよね。確かに。まあね、ヤクルトがもう早速こう初の交渉にこの金額で臨むということ で、はい、で今残り言われているのが、はい、巨人、それからオリックス、はい、ロッテという名前が挙がっています。で、まず同じ関東、東京の巨人なんですけれども、一応記事では4年18億かと。ちょっと、はい、ちょっとね、あの3年6億と開きが出てくるんですけど、3倍違うじゃん。そりゃヤクルトの目はないよ。ただ俺ヤクルトは潔いなと思うよ。はい、なんでかっていうと、うん、この金額が基準になっての交渉だから。あ、これより絶対下回るっていうことはないわけだ、他の球団が。そうか。でも6億って提示をしたヤクルトには俺は拍手だよ、うん、そういう見方もできますね。いやいや、俺は立派だと思うよ、うん、いや他の球団はいくら出すんだろうって探りじゃないんだよ、うん、うちはこれしかだ、ね、これで契約をしたいと、うん、ね、よろしくお願いしますっていうことじゃない、はい、だからこれがもう基準になって、うん、必ずこれより高い政治あの金額を言ってくるよ。そうですね、他球団は。だから奥さんがそこで、うん、いやこれ石川をこう負けたくなくて取りたいだけだとか、うん、いやこの人を本当に戦力として考えてるとか、うん、まあ、もちろん戦力、ね、考えてないと十何億とかも出せないし。そうですよね。いやだけどそこでどういう商品と扱われてるのか、人として扱われてるのかとかさ、うん、どうなんだろうっていうね、はい、だからヤクルトって潔くそこでその誠意を見せたっていうのはさ、はい、で公表したっていうのは、うん、俺はすごいなと思うよね。そうですよね、うん、まあしかもね、奥様にも配慮されてっていう風な感じがあれば、もちろんもう大配慮だよな。そうですね。なんなら奥さんとお前交渉したもんか。もう本人よりも。いやいや、本人はどうあなたと黙ってるんだって。まあしっかりされてるのかもしれないですしね。やっぱりこうね、奥様のことを大切にされて、やっぱりこう内助の功なので、気持ちよく二人で二人三脚で頑張っていきたいっていう、あの大切にされてるっていうのはすごいですね。石川がな、はい、そりゃそうですよ、うん、で巨人が4年18億。女房を大切にしてない男なんかいないだろ普通。
日本をと言えば、うん、ね、まあ年数が経ってくるとな、どうなるか分かんない、分かんないですけれども、 いやでもあのすごい、あのいい記事読んでいいなと思ったんですけれども、うん、まあ、巨人はさらに上を行く4年18億提示ということで、はい、やっぱり4年18億、うん、もう提示してんのそれって、うん、かと言われてるので、かでしょ、はい、かって言っとけよ、うん、巨人から文句入るぞ、そんなんでやってませんみたいな、いやいやだってお前開きがヤクルトが6億でさ、はい、ね、12億でも十分なわけだから3倍出さないでしょそれだと。これだから1年 4億以上ってことですもんね、5億弱ぐらいっていうことになりますよね、かっていう感じですから、かしかもそんなにもらったら腕が振れなくなるじゃないかなんかこう故障しちゃいかんとかなんかね、いやいや、プレッシャーで、そう、でも、まあ、そういう記事があるんですけれども、ここまで仮にですよ、巨人がやっぱり石川投手を欲しいというのは、はい、そこはやっぱり菅野投手抜ける、まあ、確かにそれもあるな、うん、あ、まあ、だけど他球団行くとちょっと厄介なピッチャーが他球団行くなっていう、うん、それもある、あの例えばセリーグで戦いたくないとか、そうそうそう、ただあの実力的にどうなのかって言ったらそれはあるよもちろん、はい、で菅野の代わりがそこまでできるかっていうと、まあ、今年の菅野みたいなことにはならないかもわからないけども、うん、はい、だから2桁を勝ってくれそうな、うん、まあ、そんな感じがするもんね、うん、だから、欲しいのは欲しいと思う、うん、そうなんですね、うん、ただ金額が本当にこの金額なのかっていうのはちょっとまあ記事なので、まあそうだな、はい、まあここまで出すかなとは思うけどね、うん、仮にここまで出すとやっぱり本気で本気出して本当に欲しいんだっていう、まあそれはそうだね、ところありますよね。ただ巨人は大山選手の甲斐選手にも、ね、獲得調査とか言っているので、かなりの金額今年は費やすことにはなると思うんですけれどもね、まあ、それはいいっていうことじゃない、まあ、上が OK したっていうことですよね。森口さん、はい、6億で契約してください。はい、12億でいいですね。どっちですか？12億。だって、まあ、やっぱ倍違うと、倍はちょっと、いや、じゃあ6億ね、もう本当にお願いしますみたいな、はい、じゃあ8億で契約しませんかみたいな、どっち、この言い方で2億違う、2億違った分に8億いっちゃうかな。そうだな、やっぱ億なんで。そうやな、はい、まあな、これが例えばなんかこう3000万とか5000万ってなってきたら、うん、またちょっと変わってくるのかな、なんですけど、まあ、それでも大金ですけど、やっぱ奥、開きがあるので、まあ、そうだな、うん、でも俺はヤクルト潔いなと思ってさ、まあ、最初にこの金額提示してっていうことですよね。あとはロッテとオリックスがこれからになってくると思うんですけれども、はい、いや他の動きは見てるよね、まあ、この金額は見てますよね。いや出揃って、行って恥かくよりは、うん、見といて引いた方がいいっていうこともあるよね。はい、そうですよね。それはね、巨人が仮によ、はい、まあ、18億って出たわけでしょ、うん、いやそれは出せないだろうって言って、うん、もうおとなしくなってるかもわからないし、もう今の段階でも巨人が10億っていう風になってくると、はい、いやいけいけ12までいけるからみたいな、 そういうことにはなるかもわからない。だからこれはまあね、本当かどうかまだ分からないですけど、この4年18億っていうのは巨人は他の球団を牽制する意味でもそういう記事が出てる。いやでもさ、うん、いや18億って言ってたじゃないですか。いやいやあれは勝手に飛ばし記事だよみたいないや誰か書いたんでしょみたいな、うん、言ったらがっかりしちゃうよね。確かにそうですね、うん、本人としては嫌ですよね。オリックスは一応記事で出ているのが3年で 5.5 億プラス出来高かというふうになってるので、これは出来高は相当つけないといけないと思うよ。いやかなりそうですよね、うん、となるとあのソフトバンクと、まあ、金額的にはやっぱり同じとこのラインなのかなっていう感じもしますし、うん、ロッテはちょっとまだ出てないので、まあね、あの関東という意味ではもちろんロッテも入ってくるとは思うんですけど、まあ、それもちろんで相性がいいですよね、石川投手が、まあ、球場のな、はい、だから相性はいいけど、うん、相性だけではいかないと思うよ、うん、やっぱね、なんつっても金だよいやいや、金を出すっていうのはそこでね、誠意じゃない。そうです、ね、それとどれだけ必要にされてるかっていう指標みたいなものじゃない、はい、うん、いやだからそれは単純に考えてもう綺麗事じゃなくて金だよ、うん、
そうですね、ここまで開けてるとやっぱりじゃあなんで誠意誠意って言ったってさ、うんね、本当に一生面倒見てくれるのかみたいな感じじゃない、うん、いや面倒は見ないよ、はい、ただこのぐらいの金額があったらもう一生楽に暮らせるっていう、うん、金額はあるでしょ、はい、ありますよね、だからもうそこは狙いに行くと思うけどな、うん、そうするとちょっと巨人が有利に、もしこのままで行けばこの金額なんだったら、まあそりゃそうだね、うん、巨人が有利になってくるのかなと、あとはまあ住環境だったりとか、まあ、巨人に行った方がいいかもからんな、あまあ、FA で金もらって働かないやつはたくさんいたからさ、今まででも、はい、だからもしものことがあったら、はい、いやあのそういう先輩たちと比べられても、うんまあ、大が知れてるよそうですね、そうです、まあ、誰とは言わないけど、そうですね、そうか、それはヤクルト行って仮に、はい、それはヤクルトなんかは FA であんまり取ったりとかしないから、はい、それでなんかプレッシャーかかってさ、はい、おいおいみたいな、うん、なるよりはまあね先人たちがいるから先人、まああのそうです、まあ、先人はあのここ近年言いましたけれども、まあいろいろ言うよね、うん、まああとはねどうなるのか、まあ、もしかすると石川投手やっぱりそのご自身がこっち出身、奥様も関東出身ということなので関東の球団が有利になってくるのか、うん、そうなってくるとヤクルト、巨人、そしてロッテが、うん、あの有利になっていくのかな、その中でやっぱり金額っていうところで、まあそうだな、うんまあ、金額って言うけどな、はい、まあまあ金額の大きさがプレッシャーになるから、うん、だからそこら辺は石川がね、うんまあ、あの考えればいいことで、うんまあ、奥さんと話し合ってな、そうですね、まあ、このぐらいの金額でこのぐらいの成績は収めればいいんだろうっていうような、うんまあ、そういうのを考えて、まあ、それだったらまあ、極度のプレッシャーよりも、はいまあ、少し楽に投げられるかなっていうようなところに、うん、ところで長くやった方がいいのかなっていうのは思うけど、ね、もちろんそうですね、あとはやっぱりね、やっぱり優勝という意味でも、はい、どこのチームで行けば優勝やっぱりできるのかなとか、そういうのも考えたりっていうのは、まあ、大体3年から4年だよね、はいまあ、その中で行くところによっては優勝するだろうし、うん、優勝した相手は多分ソフトバンクになってくるよ、戦うの何回かやってるとね、はいうん、だからソフトバンクと戦う姿も見てみたいけどね、そうですよね、そこはバッテリーが下位でもう巨人じゃないですか、そしたらいやなあ分からんけど確かにそれもね面白いな、面白いですね、それも見たいなっていう、まあ動きがあっていいよな、そうですね、今年はね、あとはこの石川投手の動きによって決まり次第今度は福谷投手とか田中将大投手とかそういったところになってくるのかな、まあ、一番、まあそうだねうん、今あの投手の中ではキーになっている FA 選手なのかなという感じがしますね、まあ、年内に決着だな、多分年内には多分決着すると思う、わかりました、はい